この日、上船に一本のビデオレターが届いた。このビデオレターがこの後とんでもない展開を生むことに。お疲れです。え、手紙ですか？ロベルト・カルロス。挑戦状みたいなやつ？え？マジ？チャレンジムービーとか、これをやれってこと？これちょっと流してもらっていいですか？え？マジか。え？めっちゃ面白いんだけど。できます？やば！コーナー直接ね。なるほど、これ見たことあるわ。リプレイ流れない。うわぁ、そういうやつね。インステップで、アルカイダの影でそのまんまね。やば！やばいね。どうしたの？これか。やばい。これやばい。いや、できるっしょ。とりあえず明日挑戦してみますわ。明日午前中、神村学園淡路島のトレーニングをやった後に、時間があるんで、やってみてます。期待しててください。あざっす。いや、すげえなぁ、ほんとに。マジか。こんにちは、プロキックコーチの上船俊哉です。本日はロベルト・カルロスのコーナーキックから直接ゴールにアウト回転かけて決める再現をやりたいと思います。よろしくお願いします。ノーカットでやりますので、ぜひ見てください。最悪。できるよ。今まで一回も成功したことないし、チャレンジしたことないから、できるよ。ロベルト・カルロスができるんだ、俺もできるよ。ロベルト・カルロスができるんだ、俺もできるよ。違うな、回転が違う。普通にアウト回転蹴れば入るな、これ。普通にインステップで蹴ってみよう。変に考えすぎる。回転が違う。もう一球、もう一球、このままいこう。アイス。
7月はより細かく応用編も含めて徹底的に指導していきます。1ヶ月で10万人のチャンネル登録数がいらなければできなくなります。なので皆様チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。